こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年10月、吉野彰氏はリチウムイオン電池開発の功績が認められ、ノーベル化学賞を受賞しました。今や携帯電話やスマートフォン、小型の電子機器のバッテリーとしてなくてはならないのが、リチウムイオン電池と言えるでしょう。生活の中に深く入り込んできたリチウムイオン電池ですが、大型の機械にも搭載されるようになりました。その一つが海上自衛隊の潜水艦です。2018年10月に進水した最新鋭潜水艦翁竜は、世界で最初にリチウムイオン電池を蓄電池として採用し、搭載しましたこの翁竜ですが、今まで中心的な潜水艦だった双竜型の11番艦です。全長は 84.0m、幅は 9.1m、高さ 10.3m。基準排水量は2950トンという巨大な潜水艦で、ここで潜水艦の歴史を振り返ってみますと、翁竜以前の通常動力型潜水艦は蓄電池として、鉛の蓄電池を使用していました。これは、日本に限ったことではなく、潜水艦が作られて以来、約1世紀の間世界中で鉛電池が用いられていたそうです。鉛電池は大型で重く、寒さに弱いので、極寒の地では使用が難しいなどの問題がありました。そこで登場したのがリチウムイオン電池だったのです。小型電子機器などとは、全く大きさの異なる潜水艦の蓄電池にリチウムイオン電池を実用化させた GSU 朝社、鉛蓄電池国内シェア第1位の技術力の高さがよくわかりますね。スマートフォンなどの例ですが、リチウムイオン電池は発熱による発火の恐れがあるなど安全面での課題があったため、高い性能には期待されながらも、なかなか日の目を見ない状態が続いていました。ところが、今回潜水艦翁竜の新機軸としてついに、リチウムイオン電池を実装する運びとなったのです。ここが世界中から注目を集めている最大の理由でしょう。この翁竜より前の双竜型潜水艦には、浮上航行時に使い、要するディーゼルエンジンと鉛電池、そして AIP、非待機依存水、SSM と呼ばれる3種類の動力源がありました。今回、リチウムイオン電池という高性能なエンジンを採用したことにより、水中航行に使用していた AIP を廃止することができたので、ディーゼルエンジンとの2つだけで運用ができるようになったのです。進化したということでしょう。AIP というエンジンは、通常動力型潜水艦の中では高性能なものでしたが、その優秀なエンジンでさえ必要なくなったというので画期的と言われているのです。鉛電池と比べた場合、リチウムイオン電池は、同じ大きさでも、その容量は4倍以上もあります。小型なのに、中身は、たっぷりといったところでしょうか？ここで置く場所が小さくなったことがわかりますね。なおかつ AIP をなくしたことによって、その分のスペースにも空いたので、蓄電池をもっと多く詰めるようになりました。この結果、単純計算でも今までの鉛電池の2倍の量を詰めることになったのです。そして、総計では8倍以上の電池容量が潜水艦内に保持可能になったと言われています。
リチウムイオン電池のメリットはこれだけではありません。鉛電池に比べて8倍の容量を持つにもかかわらず、充電時間は同程度しかかからないということです。つまり、同じ時間で8倍の電気を蓄電できるようになったということで、時間の節約にも有効と言えましょう。リチウムイオン電池は、この圧倒的な電池容量のおかげで、水中は時速 14km で連続200時間もの航行が可能になりました。つまり、約 2800km の行動半径が実現できたということになります。この事実は、言うまでもなく通常動力型潜水艦としては世界最高水準ですし、この範囲内であれば原子力潜水艦にも匹敵すると言えるかもしれません。ちょっと余談になりますが、オーストラリア海軍は新しい潜水艦をフランスから購入すると決定していました。しかし、原子力潜水艦を通常動力型に変更するという仕様変更のためでしょうか。なかなか計画が進んでいないようです。実は、この購入は当初日本からという計画だったのですが、中国の横やりによってフランスに変えたという経緯があります。日本の高性能潜水艦、オウリュウの完成によって、オーストラリアが再び日本から潜水艦調達へと考え直すかも、という可能性が一部では囁かれているようですが、政治的な絡みもあり、難しいと思われます。なんせ、オーストラリア最大の貿易国が中国ですから、日本の影響力を弱めたい中国の意見は無視できないでしょう。アメリカは、原子力潜水艦しか国内では建造していません。そのノウハウの乏しさのせいか、台湾へ通常動力型潜水艦を供給するという約束が、放具にされてしまったので、仕方なく台湾は、自国での建造を目指すことになりました。アメリカも意外と技術力では高いレベルではないのだなと思われます。様々な情報を勘案すると、オウリュウが現在通常動力型潜水艦の技術の頂点にいるというのは疑いようのない事実ではないでしょうか。今回のオウリュウ建造費は公表によると約643億円です。直前の双竜型10番艦である双竜の建造費が513億円ですから 25% ほど増額したということです。というのは、これまでリチウムイオン電池の採用は実用化が難しく計画が遅れていたこともあったので、コスト面から負担増は避けられないことだったようですね。ここ最近、中国海軍は膨張を続けています。それに対して、海上自衛隊が数で対抗しようと、艦艇を増強するというのは事実上不可能と言われます。数より質というわけでしょうか。オウリュウが、その性能をフルに活用して進化を発揮するのは、今までの潜水艦の倍以上もの広い行動範囲を得たことによって、南シナ海での中国海軍へプレッシャーを与えることだと思われます。オウリュウ以前の潜水艦でも、南シナ海で作戦行動を展開していたことは、すでに公表されています。この行動が、中国海軍への抑止力としてかなり有効であることが注目されていました。今回のオウリュウは今までの作戦行動をさらに進めて
従来のデフォルトの潜水艦作戦と言われる重要海域で敵を待ち伏せすることから、先行しながら南シナ海の全域を移動できるようになりました。放流の動きにより、中国海軍の行動が牽制できることになります。優秀な放流は、その場所を容易に悟らせることはありません。中国海軍派放流の位置を知ろうとして、南シナ海すべてに戦勝海を行わなければならなくなります。ということは、敵潜水艦の位置が判明できなければ、自分たちは艦艇を自由に移動させられないということを意味するのです。放流は中国海軍の首根っこを押さえたと言ってもいいでしょう。潜水艦最大の特徴であり、メリットである秘匿性を生かすことで、放流派洋上の護衛艦や P-1 哨戒機と連携することで、数では勝る中国海軍を封じ込めようとしているのです。放流のデータは国防に関わることなので公表はされていませんが、一説によると搭乗員はわずか65名と言われています。その放流の存在が中国海軍の対潜哨戒に400倍以上の人員を配置させる効果を生じさせると考えられています。